本日は朝からみくる YouTube チャンネルのクルーでもあり、朝からみくる選手の手掛けるアパレルブランドの担当でもあるたくま氏がブレイキングダウン会場にて乱闘騒ぎを起こしたごぼうの塔奥野氏、所沢のタイソン氏に対して気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。ごぼうの塔奥野氏と所沢のタイソン氏は5月21日に行われたブレイキングダウン8にてそれぞれ招待客として入場しており、席が近かった両者は何らかの因縁をつけられたと突如乱闘騒ぎを起こし、この乱闘騒ぎでは多くのセキュリティやブレイキングダウン CEO である明日倉未来選手、ブレイキングダウン COO である溝口裕二氏なども駆けつけるなど大きな話題となっておりました。この両者の乱闘騒ぎに対してファンの中では、ごぼうの塔奥の VS 所沢のタイソン久保、まあ客引きにはなるやろ、世紀の大凡戦になる可能性は大やが、ミクルちゃん頼むで、ブレイキングダウン8の第9試合でごぼうの塔奥野と所沢のタイソン&ラオウの場外乱闘あったんだが、ストーリーできたんでブレイキングダウン9にて因縁対決するか、ごぼうの塔の奥野さんと所沢のタイソンがブレイキングダウンの会場で乱闘騒ぎって話やけど全く炎上してないな。とりあえず2人は次のブレイキングダウンで試合したらいいと思う、など乱闘騒ぎを起こした両者に対してブレイキングダウン本戦にて対戦を望む声が多数見受けられる事態となっておりました。そんな中、ブレイキングダウンヘビー級ファイターである牧伊勢也選手はツイッターにて、ごぼうの塔奥野と所沢のタイソンが観客席で暴れてブレイキングダウンで試合見たいって声ちょこちょこあるけど、それで試合組まれたら現地で暴れたら注目されて出れるって考えるバカが増えそうだからやめていただきたい、乱闘時に試合をしていた土木さんと原田さんや運営に対して謝罪しろって思うよね、とツイートし、乱闘をきっかけにブレイキングダウンで試合が組まれることに対して警鐘を鳴らし、乱闘時に試合をしていた土木ネキ選手、原田選手や運営に対して謝罪をするべきだと語っております。さらにこのツイートを引用リツイートした上で、朝からみくる YouTube チャンネルのクルーでもあるたくま氏はツイッターにて、間違いない、謝罪も SNS 上で動画などでするのではなく、それぞれ個人で注目が一切集まらないように裏でしっかりしていただいて、二度とブレイキングダウンに近づかないでほしい、絶対嫌だろうけど、今日なんか焼肉食べたい、とツイートし、注目が一切集まらない場での謝罪を要求し、今後ブレイキングダウンには二度と近づかないでほしいと怒りをあらわにするツイートを行っております。このたくま氏のツイートに対してファンの中では、同じ、よそで勝手にしてくれと思うな、あの人らに試合を組まれるなら8で出れんかった選手に枠譲れと思う、個人的にはごぼうの塔奥野さんと所沢のタイソンさんの試合は見たくないですね、試合中に暴れること自体土木ネキ選手や原田選手に失礼だし、など牧伊勢也選手やたくま氏に対して賛同する声が寄せられる一方、みくるくんには奥野氏との仕事の付き合いも全て切ってもらいたい、奥野氏がトラブルを起こすたびに朝倉兄弟の印象が悪くなっています、たくまくんからもみくるくんに言ってください、タイソンは朝倉みくるの正体ってやたらと言ってます、会場入場も朝倉みくる招待受付したり、招待が悪いとは思いませんが、問題を起こした以上本当に招待してるならその経緯の説明が欲しい、など招待客として来場していた両者について運営からも説明責任があるのではないかとの声も上がり、物議を醸しております。注目が集まるブレイキングダウンの今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。